9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、23、24、25、26、27、28、29、30、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、5、6、7、8、止めて はい、止めて。5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、1、5、6、7、8、1、5、6、7、8。はい、では、少し。 大内がかる。こう。手でやりますと、こうと、こう。足でやりますと、こうと、こう。剣でいくと、こうっていうのは柔道の場合は、こうかこなします。この脇が、こうですね。そういうふうに分けていきます。で、運足、フットワークですね。 一番大事なことは、一つの動作で2回動きます。1ではなくて1、自然体を守ります。2ですね。前にも、はい、1、2、3、必ず1の方が号令で足が2回です。大きくても2回。 小さく2回です。はい、ではまず横に行ってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、結構です。これがここですね。それからコーナーに持っていきます。斜めですね。1、2、 3、4、5、6、7、8、例えば支え続け回しありますね。これはこれのアプリケーションですね。このようなのは支え続け回しです。こういけば逆回しですね。この時に注意するのは足の向きです。こうではなくてこう回します。 はい、こう戻します。次も、こう戻します。はい、こう戻します。次は、開いて、こう戻します。はい、戻します。開いて、はい、こう。これが足の動きですね。次は、手の動きです。まず、手をですね、こう起こします。ここは、伸ばして、 これが、まあ、グッズさんとか、バッツさんとか、柔道でいうと、こういう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 、
こう。はい、戻して。はい、逆にね、こう。インサイド。アウトサイド、ターン。反対も、ね、こう。山田先生、富木先生のホールドスタイル。こう。はい。こう。こう、はい。それに向きが変わって、その向きが変わると、こうですね。はい、こう。こう入って、はい、こう。それが昔のスタイル。原理は同じです。手の使い方は同じです。はい、それから今度は、はい。中に。アウトサイド。
これを使います。剣道でいう突きですね。巻き、ロウ、突き、これを手に入れます。こう、こう、固定ひねり、固定返し。自分でやると、合わせ、インサイドターン、アウトサイドターン。これは槍ですね。スピア、スピア。この使い方は同じですね。こう、しっかりと。体の中心でこうなったりこうなったりしないように真ん中でこう捉えて真ん中にちょっとやってみましょう。はい、真ん中でこんにちは。しっかりと真ん中で押さえない。そうそう、キープポジション。あ、OK。この時に足がですね、この足に力を入れると、こう。だからみんな言う、柔道は足は、足は
で、有名な人は言うのに、こうです。あと、電子払い。電子払い。
しれない。そう。外側に。はい。あ、そう、外側に大丈夫。はい、どうぞ。はい。外側に。フォード。そう、抜かないじゃん。抜かずにやると思うね。こうなってさ。こうなって。100ずつですよ。この足が今強いですね。これが上がってる。少しそこで畳から上がるとき、こうしても引いてきます。パッとこれ、パッと相手は引いてます。引いて上がって、はい、こうです。はい。柔道の出足払いは突くときですね。浮いてます少し。ここ上がるとき、ここ同じです。先生、ずっと前から知ってました。はい、この出足払い、この出というのは出るの出るの だから私はこの間で畳を突くために払う。そう。しかし出足は畳出るところ、ここの角が突くところ。いや、突く角。これはいいですね。はい。パーフェクト。で、この出のが、では、ここ出る。上がるのにじゃない。出るっていうのは体が出る。あ、体が出る。足ね。足じゃなくて。ここで突くときに払う。もう一つは止まってますね。はい。ここで払う。センター。オッケー？うん。いえ。え？タッチ。タッチ。タッチ。センター。はははは。わかりました。ます。ボンはい、こういうことですね。出足払い。出足払いですか、はい、今度は止めて、出足。私がこう、左右、その前に操作、こうです。ああ、ね。こうです。こうです。すまない。この時は、こう、外だけ。あ、外だけ。止めて、ボン、ボン。こう、外だけ。あるいは、支え釣り込み足。先生、この、タコ足、こう、外だけ、タコ足。タコ足は、いつも使ってますけど、はい、お家がいるときに、相手が入りますか？どうぞ。ただの小さな話になってますけど、私の体重はこう下げたまま、で、こう上げてます。こう上げていきます、はい、そしてここで先ほどの合気道の声を使いますね。ここでパオンってやったらここで止めます。小外だけ膝でいいですね。ここで持ちますね。はい、グッと入ったら早くです。はい、行きます。はい、どうぞ。はい、そうですね。取って、これが欲しいです。
はい、やってみましょう。はい、どうぞ。Three goes here, but you have to be able to come in forward. You, with your kata, you clear off the ground. Now you push with the string now. Ichi, ni, kami, ne. Push this right here. And then, the kata is like this, you're like this. Ichi, ni, so. Here, this is the next one. That's it. で、押しますから、ずーっと置いてって、打ち前で、ここで、こうじゃ分かって、そう思ったら、ここで、まあ、胸が、そうすると、ダメだ、で、こっちに行く、はい、はい。
not right. It's not right. Yes, okay. It's not right. Okay? Okay. Okay. My hip look. Oh, I like all of them. Who's that? What's your name? そう、簡単に。聞いたぞ。俺も、俺も聞かない。俺も聞かない。
こうですね。こう。先ほどこう。こうしてこう。同じようなんだね。こうしてこう。あ、こう。こう。じゃあ、もう一回。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 どうした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 そうですね。
本を見て。あ、相手の方が何だろう。ごめんなさい。すごい。ちょっとここ違う情報が入ってきた。フットワークが一番大事です。全然斜め、斜め、あ、斜め。よし。
少しだ。少しだ。姿勢はこういう姿勢になります。順の姿勢。はい。ここでしょ。はい、こちらです。こちらです。そしたら、また、この大事なのは、ワンステップ。One step back, one step forward. Yes, one is one, two, two, one, two. All times two steps with me. これは one step? No, no. No. One. Ah, you. Ah, you. Yeah, yeah, yeah. One, two, three. Like this.No, I'm not going to do that. No, we can do it on Sunday. これも行かなかった。
はい、ここでね、ここ腰、はい、ここを持ってくる、はい、これはどうでいいっけ、あ、うん、どうぞ、どうぞ、右手はここで、あ、はい、ここをつけて、ここは下へ、ここは別に、ここは下へ、はい、はい、こう引っ掛けて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 
release. Okay. Here. H. Y. T. No. Listen. Right. Go. Back. One. Down. Yes. はい、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 
ですね。そうだったらパッと終わったらここです。ここです。ああ。ああ。ガン。はい。こう持ってくる。これを顔。あ、センプリンシップ。そう。とにかく顔を持ってくる。顔を持ってくると相手は顔逃げますか。逃げたら、こう取れなくても。これも同じです。
Yes.
Goshin Jutsu, the Kodokan Modern Self-Defense System. Tori is Tomiki Seventhan, Uke Otaki Seventhan. This is a demonstration at the 1956 All Japan Championship. Here are a few still shots from the demonstration. Defense against a knife. Another one against the knife. Defense against a stick. Disarming a pistol. Against a punch, doing osotogari. This is the first public demonstration in 1956 at the Kodokan Kagami Baraki. Now let's really watch him do it. Taiho Jutsu, Police Self-Defense, by Sensei Hosogawa Seventhan. This series includes defense against the sword, which was the Yakuza's still chosen weapon, the knife, gun, punching, choking, and other bare-handed attacks. Hosogawa Sensei now demonstrates Taiho Jutsu against a sword from the inside, from the outside against a sword. And the reason he's using the sword is because that was a weapon of choice for the Yakuza, even in those days. Then he takes him into a wrist lock from the outside and across the ribs. From the outside and across the ribs again. Then he blocks the opponent's arm. He's trying to draw a knife out. He catches him before the knife can come out, then into a wrist lock. Blocks the arm from the bottom, takes him back, twists his wrist, puts his knee in his shoulder. Blocks him again with his baton. Takes him down again for an arm lock. This is almost like an osoto. This catches the arm with the knife. Takes him back. Pushes him down. Avoids the thrust. Hits him. Twists the wrist. Brings him around. Hits the hand. Disarms him. Grabs the wrist. Again, same type of thing. Brings him back. Twists the wrist. Disarms him. And now he's going to do a come-along hold. And that really hurts. That's how he does the come-along. Twists the wrist, brings it up underneath. And then to add a little pain, just push the finger out. Avoids the knife. Hits. Takes him down into an arm bar, disarms him. These are disarming techniques against a pistol. Grabs a pistol, turns it away, hits the opponent. Now let's see this slowly. Catches the pistol, turns the barrel away so he can't get shot, turns it into the opponent, and strikes him. Here's another technique. From the outside, pulls it across the opponent, and hits him across the back of the head as he disarms him. There he goes. Then he bring the pistol back. Another technique.
This is with a wrist twist, like Kote Gaishi. Slowly. Pull the pistol away, twist the wrist back, hold on to the pistol, now you have it. Pistol in the back, turn around, hook, and take the pistol away. Slowly now. Turn, hook, bend the arm back, take the pistol. Block, like Oso Togari. Now these are bare-handed techniques. Like Sodetsudi Kamigoshi. And he takes him into a wrist lock. Doing it slow, over the top, against the choke. Blocks the arm, throws again, like Osoto. From the back, twists out, armbar. Then into a come along. Round the neck, turns out, slowly. Around, turns out into an armbar. Hits, comes in, Yokogaruma. Hits the balls, swings through, and throws him. Now he pulls his hair, hits him in the ribs, kicks him, throws him with Osoto, goes into an armbar.